シャド・ダニエル・ハフマンは、アメリカ合衆国、テキサス州ヒューストン出身のプロ野球選手、ウト右ミギウチ。8歳年上の兄の影響で野球を始める。エルキンズ高等学校時代には、ジェームズ・ローニーとチームメイトだった。テキサス・クリスチャン大学では、フットボールと野球を両立し、2004年と2005年に、アメリカの大学野球選手権に出場するなど、活躍した。なお、 同大学では、ハフマンの父親と兄も、フットボールと野球をしていた。2006年の MLB ドラフト2巡目で、サンディエゴパドレスから指名され、6月23日に契約。その後はマイナーで着実にキャリアを積み上げ、2009年にトリプル A 級の本塁打競争で優勝するなど、活躍。2010年にィーフとなり、ウェーバーにかけられた。 2010年4月7日にニューヨークヤンキースと契約する。6月13日にメジャー昇格を果たし、同日のヒューストンアストロズ戦でメジャー初アンダーも記録した。9月15日にヤンキースをリーフとなった。2010年9月17日にウェーバーでクリーブランドインディアンスと契約。2011年と2012年は参加のトリプル A 級コロンバスクリッパーズでプレーしたが、 メジャー昇格には至らなかった。11月3日に FA となった。2013年2月11日にセントルイスカージナルスと契約。参加のトリプル a 級メンフィスレッドバーズに配属された。シーズン終了後の11月5日に FA となった。その後、過去千葉ロッテに所属していたデリック名からの勧めもあり、千葉ロッテマリーンズの入団テストを兼ねて、 千葉県鴨川市で行われた周期キャンプに参加。チーム紅白戦では、1番、右翼手で出場すると、4打数に安打1投類という成績でアピールし、入団テストに合格。11月21日、獲得が発表された。2014年1月31日、春季キャンプが行われる、沖縄県石垣島にて、入団会見が行われ、1日1日が大切。 しっかり練習して、ベストを尽くしたいと抱負を述べた。年俸15万ドルプラス出来高払いの1年契約で、背番号は56に決まった。3月28日の福岡ソフトバンクホークス1回戦で、6番左翼手で先発出場した。その後不審もあり、2軍降格となるが、1軍復帰後の6月23日の東京をヤクルトスワローズ戦で3回に、 松岡健一から来日第1号の満塁本塁打を放つ。しかし、レギュラーで出場することなく、同年は69試合で4本塁打、打率、270の成績で終わった。12月2日、自由契約公示された。2015年1月13日に再契約されたが、外国人枠の関係もあり、一軍では6試合に出場して1安打しか打てず。 10月21日に来期の契約を更新しないことが球団から発表された。2015年12月30日にデトロイトタイガースがハフマンとマイナー契約の締結で合意したことを発表した。2016年は AAA 級トレド・マット・ヘンズに所属したがメジャー昇格はなく11月7日に FA となった。11月18日に カージナルスとマイナー契約を結んだ。2017年は開幕をトリプル A 級メンフィスで迎え、6月7日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。7月25日に40人枠から外れる形でトリプル A 級メンフィスに降格し、翌26日に自由契約となった。7月27日にはシントンナショナルズとマイナー契約を結び、 参加のトリプル A 級シラキウスチーフスに配属された。オフの11月6日に FA となった。11月25日にデトロイトタイガースとマイナー契約を結んだ。2018年オフに自由契約となった。右の中、長距離打者。主に左翼手と右翼手を守り、堅実な外野守備を見せる。気迫を全面に押し出す全力プレート。 明るい性格でチームを盛り立てる選手である。愛称は、ハフィー。父親は、テキサス・クリスチャン大学で、学生フットボール選手だったロイス・ハフマン。また、ロイス・ジュニア、スコットという二人の兄がいる。八歳年上の長兄ロイス・ジュニアも、テキサス・クリスチャン大学で、フットボールと野球を両立しており、ハフマンが野球を始めるきっかけとなった。ロイス・ジュニアは、 主にアストロズのマイナーリーグで内野手として11年間プレーした。少年時代、メジャーリーガーにサインを断られた経験があり、自分が選手となってからはいかなる状況でもファンのサインに応じている。2014年1月27日、日本に向かう飛行機で当時埼玉西ブライオンズ、投手のランディ・ウィリアムスと偶然座席が隣同士となった。ありがとうございます。